Minasan konnichiwa, Cosmos là Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip hướng dẫn học từ mới bài số 37 trong bộ Minano Nihongo tập 2. Ở bài số 37 này chúng ta sẽ tìm hiểu thể bị động trong tiếng Nhật. Và cùng với tìm hiểu về mẫu câu mới, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm rất nhiều những động từ, tính từ và danh từ mới để có thể kết hợp và hình thành mẫu câu này. Còn chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu học bài mới với Inami-san nào. Sasoimasu. Sasoimasu.誘います。私はアンさんを昼ご飯に誘いました。行います。卒業式は来週の月曜日に行われます。卒業式は来週の月曜日に行われます。起こします。起こします。起こします。毎朝、母は私を起こします。毎朝、母は私を起こします。壊します。壊します。壊します。このパソコンは妹に壊されました。このパソコンは妹に壊されました。汚します。汚します。汚します。息子はコップを汚しました。息子はコップを汚しました。頼みます。頼みます。頼みます。私は母に買い物を頼まれました。私は母に買い物を頼まれました。取ります。取ります。取ります。財布が取られました。困っています。財布が取られました。困っています。褒めます。褒めます。褒めます。私は満点を取りました。母に褒められました。私は満点を取りました。母に褒められました。叱ります。叱ります。叱ります。お母さんは子供を叱りました。お母さんは子供を叱りました。踏みます。踏みます。踏みます。今朝電車で足を踏まれました。痛かったです。今朝電車で足を踏まれました。痛かったです。招待します。招待します。招待します。私はシュウ君を花ちゃんに紹介しました。私はシュウ君を花ちゃんに紹介しました。注意します。注意します。注意します。今日、私は先生に授業中喋ってはいけないと注意されました。今日、私は先生に授業中喋ってはいけないと注意されました。輸出します。輸出します。輸出します。日本は電子製品をベトナムに輸出しています。日本は電子製品をベトナムに輸出しています。輸入します。輸入します。
輸入します。日本はベトナムから靴や服などを輸入しています。日本はベトナムから靴や服などを輸入しています。翻訳します。翻訳します。翻訳します。この本は林先生によって翻訳されました。この本は林先生によって翻訳されました。発明します。発明します。発明します。飛行機はライト兄弟によって発明されました。飛行機はライト兄弟によって発明されました。発見します。発見します。発見します。アメリカは1942年にコロンボスによって発見されました。アメリカは1942年にコロンボスによって発見されました。設計します。設計します。設計します。建築家。建築家。建築家。ドイツ人の建築家は、ベトナムの国会議事堂を設計しました。ドイツ人の建築家は、ベトナムの国会議事堂を設計しました。デート。デート。デート。姉、今晩彼氏とのデートがあるので晩ご飯を作ってね。妹、いいよ、楽しんできてね。泥棒、泥棒、泥棒。この町には泥棒が多いです。この町には泥棒が多いです。警官、警官、警官。子供は警官に道を聞きます。子供は警官に道を聞きます。漫画、漫画、漫画。漫画好きがきっかけで日本語の勉強をしました。漫画好きがきっかけで日本語の勉強をしました。世界中、世界中、世界中。50歳までに世界中を旅行したいです。50歳までに世界中を旅行したいです。米、米、米、米。このお酒はお米から作られました。このお酒はお米から作られました。麦、麦、麦、麦。原料、原料、原料、原料。ビールの原料は麦です。ビールの原料は麦です。利用しま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 す。私は毎日バスを利用しています。私は毎日バスを利用しています。
埋め立てます。埋め立てます。埋め立てます。これは田んぼを埋め立てて、工業団地を造成する計画です。これは田んぼを埋め立てて、工業団地を造成する計画です。眠ります。眠ります。眠ります。子供が疲れて眠っています。子供が疲れて眠っています。掘ります。掘ります。掘ります。彼はライターに名前を掘りました。彼はライターに名前を掘りました。豪華な。豪華な。豪華な。ここは豪華なホテルですね。ここは豪華なホテルですね。ここは豪華なホテルですね。科学者。科学者。科学者。彼は有名な科学者です。彼は有名な科学者です。サウジアラビア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 は石油が多いようです。サウジアラビアは石油が多いようです。ドミニカ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 はカリブ海に浮かぶ島国です。ドミニカはカリブ海に浮かぶ島国です。源氏物語。源氏物語。源氏物語。紫式部。紫式部。紫式部。源氏物語は、紫式部によって書かれました。源氏物語は、紫式部によって書かれました。江戸時代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 は、1603年から1868年まででした。仲間。仲間。仲間。私とゴックさんは仲間です。私とゴックさんは仲間です。一生懸命。一生懸命。一生懸命。入学試験に合格できるように一生懸命勉強しています。入学試験に合格できるように一生懸命勉強しています。その後。その後。その後。私は社長に呼ばれて会議室に入りました。その後、会議はさらに4時間続きました。疲れました。アクセス。アクセス。アクセス。東京はアクセスがいいです。東京はアクセスがいいです。技術。技術、技術。ベトナムは海外から技術を購入しました。ベトナムは海外から技術を購入しました。土地、土
土地土地ハノイは土地がとても高いです。ハノイは土地がとても高いです。騒音騒音騒音父は工場の騒音で病気になりました。父は工場の騒音で病気になりました。彫刻彫刻彫刻お寺は彫刻が多いです。お寺は彫刻が多いです。Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong phần từ mới của bài số 37 rồi. Các bạn cố gắng luyện tập thêm từ mới này bằng cách là xem qua các ví dụ, ghi nhớ ví dụ và hoàn cảnh sử dụng của từ. Và đừng quên thường xuyên theo dõi lại những nội dung này nhé. Có những vấn đề gì không hiểu hay thắc mắc, các bạn đừng ngại ngần, hãy liên lạc với Học Tiếng Nhật Cosmos qua ba kênh Facebook, YouTube hoặc Gmail. Mọi ý kiến đóng góp chia sẻ của các bạn sẽ là động lực giúp cho Học Tiếng Nhật Cosmos có những bài giảng hay hơn, bổ ích hơn đem đến cho tất cả các bạn. Còn hôm nay thì video clip hướng dẫn học từ mới bài số 37 xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Gosecho domo arigatou gozaimashita.